僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。劇場版抱かれたい男1位に脅されています。スペイン編2021年秋公開。怖いのはわかるけど私を信じて。どうしてこんなことに。君は強くなれる、アスナ。私が幸せにしてあげる。一人ぼっちの里見を幸せにするためにやってきた試験中の AI シオン。手伝ったら里見は幸せになる。余計なお世話任せて。別に喧嘩してないし。助けてくれよ、友達だろ。二人は友達ね。シオンってさ、めちゃくちゃだよね。みんなを幸せにした。でも秘密はね、最後に明かされるんだよ。幸せになるためだよ。お前は我が社の製品なんだぞ。シオンはどうなるんですか。俺たちが黙ってりゃお咎めなしだろ。やっぱりシオンはまだ。助けなきゃ。このまま諦めるなんてできない。サタミ、もう一度シオンに会いたい。会って聞きたいことがあるの。あなたの歌を聞い、愛の歌声を聞かせて。見つからない居場所、踏み出せない夢、閉ざされた未来。きっと僕たちは出会わないといけない、彼女に。サマーゴースト。無限に広がる大宇宙、この無数の星々のきらめきの中に様々な生命の営みがある。愛、希望、野心。フラを仕事に選んだ新人ダンサーたちの1年間の物語。フラ、フラダンス、よろしくお願いします。心に平和を。相手の命を見ろ。あなたは私、私はあなた。ミワはここにいるよ。あの時の得体の知れない何かの正体を見つけられるかもしれない。この後悔は僕たちみんなで始めたんだ。劇場版アルゴナビス、流星のオブリガート。キャッチプリキュアのみんなも登場するんだ。皆さん、お久しぶりです。あ、初めましての方もいますよね。私、キュアブロッサムです。よろしくお願いします。もうブロッサム緊張しすぎ。私はキュアマリン。秋の映画で私たちババーンとかっこよく登場するんだから。って、あれがですか。雪の国シャンティアを襲う謎の怪物にトロピカルージュプリキュアのみんなと立ち向かうの。みんなの心の花がトロピカルに咲きますように。映画トロピカルージュプリキュア、雪のプリンセスと奇跡の指輪、10月23日ロードショーだよ。さらに私たちハートキャッチプリキュアの活躍が気になっちゃったそこのあなた、こちらの YouTube チャンネルをチェックしてくださいね。みんなでトロピカ1億5000万年前、地球神エローヒムが地上に降臨した奇跡の時代。我が名はヤイザエル。
エローヒム様の妖精で参った。地球めちゃくちゃにしてやらない？宇宙空間から未知の生体エネルギーが近づいてきます。人類は地球滅亡の危機に直面していた。悪魔よ、立ち去れ。我が剣は正義の剣。悪には悪をぶつけるのだ。切り札。闇は決して許さない。光の神エローヒム様には一歩たりとも近づけさせない。こんなにたくさんの種族が共に生き団結しようとしている。私は何としてでもこの地球を守りたい。エローヒム、我らの願いを。この地球を滅ぼすことを地球神は断じて認めていない。エローヒム、宇宙の宝エローヒム編。までも我らを守護した前。